皆さん、こんにちは。有名シェフ鳥羽周作さんとのダブル不倫騒動の結果、夫であるキャンドル・ジュンさんと離婚という結末を迎えた広末涼子さん。そんな広末さんですが、どうやらスピード再婚する意向を固めているというのです。広末さんは7月23日、所属事務所フラームの公式サイトを通じてキャンドル・ジュンさんと話し合いをした上で離婚することに双方で合意し、離婚届を提出したことを報告しています。3人の子供の親権は広末さんが持つことになり、今後も一緒に生活すると発表しています。そしてその報を受けたキャンドル・ジュンさんも7月25日に代理人弁護士を通じて公式サイト上で離婚成立を報告しています。キャンドル・ジュンさんは広末さん側には金銭の要求もせず、広末さんからの提案で離婚を受け入れたとしていました。そして離婚のきっかけを作った鳥羽さんに対する慰謝料についても請求しないことを明らかにしていました。キャンドル・ジュンさんのこの報告をもって、広末さんと鳥羽さんのダブル不倫騒動は一つの節目を迎えています。広末さんと鳥羽さんのダブル不倫は6月8日発売の週刊文春が報じて大きな騒動に発展。6月14日には広末さんが所属するフラームから無期限謹慎処分を言い渡されています。そして6月15日発売の同誌では、広末さんが鳥羽さんに向けて書いたとされる気持ちくしてくれてなどと、肉体関係とも取れる親密な関係を匂わせる文言を含んだラブレターの存在が公になり、22日発売の紙面では広末さんが記者に直接電話し、所属事務所への不満とも取れる主張をしたことが書かれるなど、当人同士だけでなく事務所も巻き込んだ形で泥沼化していました。それに続いてキャンドル・ジュンさんも6月18日に単独で記者会見を開き、鳥羽さんへの怒りなどその心境を語っており、広末さんの精神的な不安定ぶりを明かしています。一方で鳥羽さんも6月29日発売の週刊文春のインタビューに応じており、一部メディアではキャンドル・ジュンさんへの怒りをぶちまけるなど、状況は混乱を極めていきました。しかし離婚成立を受け、これ以上にこの3人の関係が混乱する可能性は低くなったのです。今後注目されるのは広末さんと鳥羽さんの関係や、広末さんの女優への復帰のタイミングなどへと明確に絞られてきた形になっています。広末さんは1回目の結婚相手であるモデル男性とも授かり込んで、キャンドル・ジュンさんとも再婚発表の翌月に妊娠を発表したことから、肉体関係が先行している疑惑が当時からささやかれています。気持ちくしてくれての表現から、気持ちよりも体が先んじてしまうタイプである可能性が極めて高いと見られています。そんな広末さんは、実はダブル不倫相手の鳥羽さんとも暴走婚をしようと考えているそうなのです。広末さんは不倫騒動にもめげずに鳥羽さんへの思いを募らせており、年齢的にも一日も早く愛の結晶である子供を作りたがっていると言われているようなのです。しかし一部の報道では、広末さんはすでに鳥羽さんへの興味を失ったとも言われており、鳥羽さんは離婚発表以降、広末さんとは一度も会っていないとも話しています。果たしてどちらが本当なのでしょう。現在の民法では、女性は離婚から100日を経過しないと再婚することはできないとされています。この法律は来年4月に撤廃予定です。しかし男性は離婚後すぐにでも再婚することが許されているので、このことから広末さんが動くと言われている X デーのシナリオも見えてくることになります。広末さんは7月23日に離婚を発表したので、単純計算だと11月初めに再婚が可能となります。こうした状況から、一刻も早く鳥羽さんと籍を入れたいのであれば、広末さんは11月初めのゴールイン強行を目指して鳥羽さんと話し合い始めることになります。鳥羽さんはそれまでに自身の妻との離婚を成立させられれば、広末さんとの結婚が可能になります。広末さんの周囲では、7月18日の43歳の誕生日頃から鳥羽さんと超極秘密会を再開したとささやかれており、すぐ子供ができたとしても11月初めに籍を入れる時点では妊娠3ヶ月となるので、まだ発表はしなくても違和感はありません。広末さん自身は現在も無期限謹慎中ですが、引退覚悟で所属事務所にも牙を剥いているだけに、2人の結婚を止めるのは困難だと言われています。途中で鳥羽さんが広末さんの熱さに引いてしまう可能性は全くゼロではありませんが、広末さんの再婚シナリオが現実になることは十分ありえそうだと言われているのです。
これに対しても気泡では広末さんはすでに鳥羽さんに対しての気持ちが冷めていて、密会をする気などさらさらないとの話もありますので、情報が錯綜している感は拭えません。広末さんの動向からはまだまだ目が離せない状態が続きそうです。そんな広末さんですが、子供たちの親権は広末さんが持ち、これまで通り子供たちと一緒に生活することとしています。このダブル不倫と離婚で多くのものを失ったのは間違いありません。しかし当の広末さんは至って元気だと言います。広末さんは鋼のメンタルと言われており、現在は都内の自宅へ戻り、故郷の高知から駆けつけた母親と買い物に出かけたり、子供たちと食事に外出したりと、所属事務所からの無期限謹慎を言い渡された身とは思えないほど充実したプライベートを過ごしているというのです。そして体のケアにも余念がないと言います。週 1,2 回のペースでリラクゼーションサロンに通っているようで、広末さんが通っているという整体やアロマリンパなどのコースがあるサロンでは、全ての部屋が個室だとのこと。価格面は1回が 1万 5,000 円程度と良心的で、謹慎中の広末さんも安心して訪れていると言われています。ボディケアを終えた後はランジェリーショップ巡りが定番だそうで、透け素材のセクシーなアンダーウェアを楽しそうに品定めしているところをキャッチされています。これについてはどうやら広末ブランドのランジェリーのプロデュースを計画しているという噂です。女磨きとともに稼げるうちにしっかり稼ごうというたくましい魂胆も見え隠れしているようです。広末さんのファッションセンスは独特で、背中に蜘蛛の刺繍が施されたトレーナーを愛用するなど、一般的な人とは少しずれているようでもあります。この夏は連日の猛暑が続いているので、日よけのためにカンカン帽をかぶっているのかと思えば、帽子の天井は切り抜かれており、脳天には強烈な日差しが直射していたという衝撃的なシーンも目撃されています。鋼のメンタルと合わせて、広末さんには常人には計り知れない独自の感性があると言ってよいでしょう。そして鳥羽さんについては、なかなか難しい状況になっているようです。鳥羽さんは自身のレストラングループ会社から解任と減給の処分を受けていたことが明らかになりました。不倫をきっかけにした解任は異例なのですが、厳罰の理由は何だったのでしょう。鳥羽さんは東京都渋谷区にあるレストラン経営会社と飲食関連のマーケティング会社の2社の代表取締役社長でした。しかし広末さんとのダブル不倫を認めた6月に共に辞任しています。さらには YouTube チャンネル鳥羽周作のしずるチャンネルの14日配信では、鳥羽さんが取締役も解任減給されたことが発表されています。 BGM なしの無音、黒バックの白字テロップで物々しい雰囲気を演出しながら声明を発表し、鳥羽さんのダブル不倫を改めて謝罪した上で、本来であれば鳥羽さん本人の口から視聴者に謝罪するべきことだと認めた上で、公の場に出すべき状態ではないと判断し、本件を重く受け止め、鳥羽さんを取締役からの解任及び減給処分にしたことを明かしています。一般的には不倫をきっかけにした解任は異例です。解任理由が正当でないと会社は取締役から訴訟を起こされかねないからです。しかし今回は鳥羽さんが取締役を自ら辞任するのではなく、会社による解任としたことに同社の怒りが透けて見えます。鳥羽さんの解任をめぐっては、飲食業界からは解任ではなく辞任の間違いではないのかと驚きの声が上がっています。関係者によると、鳥羽さんの不倫騒動で会社がダメージを受けたことを問題視したのかもしれませんとのこと。確かに週刊文春のインタビューでは、約40社のクライアントの9割を失い、巨大なプロジェクトも白紙になったことで、損失が億単位に上っていることを明かしているのです。こうした背景の中で、広末さんと鳥羽さんの関係は一体どうなるのでしょう。鳥羽さんは広末さんと再婚する意思を見せていますが、妻との離婚が成立しておらず、広末さんとの再婚は不透明だとも言われています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると、嬉しいです。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それでは、また。